5月25日、会社帰りにガンプラ探し。決まりストルーパー。陸戦型ガンダム、グレイズ、鉄血が多い。RGL ストライク。MGF-91。あとアルトアイゼンが再販されてました。境界線来やすくならないかな？シュバルベフ人気。ここは結構穴場だけど。RG レッドフレーム。クアンタもあった。ジャスティス多い。宇宙世紀が見当たらない。悲しい。大したものはなかった。残念。見ていただきありがとうございました。